作島は海上自衛隊の総海艇は津島型総海艇の23番艇。艇名は作島に由来する。作島は昭和62年度計画総海百371号艇として日本交換鶴見造船所で1988年5月17日に寄港され、1989年6月2日に浸水。 1989年12月13日に収益し、同日付で第2総解体軍令下に第20総解体が新編され、浮島、淡島と共に編入された。定形校は横須賀。1991年4月26日から自衛隊初の海外派遣となった湾岸戦争後のペルシアン総会任務に派遣され、10月30日に帰国した。 1997年3月19日、第20総会体が横須賀地方大霊下に編入。同時続け、隊番号の改正により、第20総会体が第41総会体に解消。2004年2月16日、大港地方大函館基地隊所属の第45総会体に編入。2006年2月8日、総会管制定に種別変更され、 戦績番号が MCL-727 に変更。総海大軍第101総海帯に編入され、低傾向が悪れに転籍。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による東日本大震災に対し災害派遣される。2013年3月21日除籍。ありがとうございます。